皆さん、おはようございます。TZ48 代表の桂田玄太郎です。はい。Facebook ライブをご覧の皆様は、5月13日6時10分を少々回ったところです。それから YouTube の TZ48 玄チャンネルをご覧の皆様は、これ後ほどアップしますので、 僕がアップしたタイミングの時刻となっております。あ、日付は変わりません。5月13日です。はい、皆さんどんな朝をお迎えでしょうか？tz48 という団体は視力障害者が運営する飲食店の企業に向けて活動している団体です。はい、えー、視力障害者でもいろいろできることあんねんで。 あのー、工夫してね、道具を使えば、結構、ね、視力障害者以外の方というか、うんなんかなん適切な言葉じではないかもしれないあの、目が見えてる人ね、うん、視力障害だけをビジョンあのこう対象にしたら目が見えてる人、なんかざっくり大きく言うと、健常者っていう言い方をしたりするんですけれども。うん 健常者言うたら何が普通で何が健康,や健康で常やねんって。ね。俺かって目が見えてないけど目が見えてないのが常なんでね。<laughs> 常で、ね、健康なんで健常者です。<laughs> えそんな、えー、桂田源太郎が、えー、48歳の時に、この桂田源太郎、ただの全盲のおっさんが48歳の時に発足させ,させた。 えー、団体が TZO48 です。ただの全盲のおっさんの頭文字 TZO。はい、えー。といったところなんですけど、その団体を応援してほしい、盛り上げてほしい、見守ってほしいということで、えー、ファンクラブアットマーク TZO48 という Facebook の非公開グループを設置しております、えー。ご入会無料ですので、ぜひぜひポチッと押していただくなり、 えー、ファンクラブ TZ48 にいらっしゃる方はお友達をがしがし、どんどん、ね、ぼちぼちお誘いいただければありがたいのかな、えー、今朝268名のご加入という数字が出ておりましたが、はいあすごい、えー、加藤さん、坂本さん、健一、坂本さん、青山さん。 あ赤橋もあ通,通勤されてるんですかね、赤潮大橋綺麗に見えるよって。吉本さん、ミニメイツさん、あ、吉本さんおはようございます。あ、朝焼き綺麗です。あーそうなんだ。えー、といったところで、Facebook のこちらのライブページにですね、えー、スポンサー様のお名前、えー、書いてございますけれども、えー、こちらの下、 URL がずらずらっと並んでおります。そこにですね、え僕が、えー、本拠地、活動拠点とさせていただいている、大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェのオーナー、村井純一さんのご著書、ご縁で逆境をひっくり返せ、人と人が繋がったら絶対世の中おもろなる、というご著書の電子書籍 URL も掲載してございますので、 ぜひぜひ、えー、ダウンロードいただいて、えー、お読みいただけると、えー、コンセントカフェの魅力が分かっていただけるのではないかなというふうに思いますね。僕もやりたいな、自費出版。昔ね、自費出版もどきをやって、うんとね、お金取るの忍びないなっていうことで、あの <laughs>、配ったんですよ、100冊作って。でも100冊作るのにも15万かかりましたからね。あなので。 うーん、なんか、自費出版やってみたいですよね、また。あ丸山さんもー、おはようございます。えー、っと、読み方、ぜ、ぜ、ゼア、ゼアさんですか読み方、ちょっと分かっていないんですけども、ごめんなさい、間違えてたら、えー、ご視聴いただいてありがとうございます。はい。 えー、で、何の話してたっけあ、そうやそうやそうや。27、8ぐらいの時のまでの話したんかな。ブラインドテニスっていうのを始めました。えっ、ー、とね、目が見えない人がやるテニスなんですけども、音が鳴るボールがあるんですよ。持ってきたらよかったな。うん。音の鳴るボール。で、それを使って、えー、バウンドした音を聞いて、 全然目が見えない人、3回バウンドするまでチャンスあるんですよい。一般のテニス、ノーバウンドかワンバウンドでしょ。で、それが3バウンドまでチャンスがあるんで、その3回床にボールがつく時に、ジャリンジャリンって音するんですけど、その3回目の音聞いたぐらいでラケット振るっていう、で、相手のコートに返すっていう画期的なね、あのー、大体視力障害者のスポーツって、床を転がる スポーツがボール転がる球技、球技って言うけども、床転がして、それを平面上で捉えてっていうのが多いんですけど、ブラインドテニスは高さが加わって、えー、もう前後左右と高さですね、あの浮いてるんで、浮いてる球を打つっていう、えー、画期的な球技が日本でなんと開発されまして。あ、長野っちもおはよう。はい。 えー、ごめんなさい。ま、マッソン山田さん。読み方間違えてたらごめんなさい。お、お初です。はい。で、えー、っとですね、そんなこんなで、えー、ブラインドテニス始めました。で、ブラインドテニスは友達に誘われて始めたんですけど、で、その友達に誘われて始めたブラインドテニスに、えー、なんと、なんかね、今の妻になる人が、えー、 後からお越しになられまして。はい。で、なんか、なんか結婚したなっていう感じなんですけど、なんか結婚したなっていうところももうちょっと掘り下げて話したいんですけどね。あの、き、き、聞きたい人。き、聞きた、聞きたくないか、あんまり。そうそう。なんかね、あのー、その当時って、今みたく、ネットとかメールとかがあんまなかったんで、 テニスの練習しますよっていうのを電話で回してたんですよ。でなんかね感じお姉ちゃん来たなぁと思ってたわけですよ自分ね。であのわあこの人ちょっとなんかゆっくり話できたらええのになって思ってたんですけどなかなかそのえテニスじゃあ5月13日にテニスあります。え来ます来ません来るけえへんああそうじゃあねみたいな感じだったんですよ。なーんかねゆっくりしゃべりたいなと思ってたんですけどね。だある日 電話が、あのー、その彼女う、今の妻ですけども、かかってきました、ね、電話。で、聞いて欲しい話あんねんって言ってかかってきたんですよ。あそうしたらこっちなんか、感じのえ姉ちゃんやなと思ってたからね。なんかゆっくり喋りたいな思ってたじゃないですか。う聞かせて聞かせて、言うて。んでも、ものすごい嬉しいことがあって,ってあ、そうって、よかったねって言って。何やったって言った。競馬で万馬券当てたってたって。マジか、言うて。 いくらぐらいやと思うって言うから、いやー、5万とか6万って言ったら、違うってう。2000円で43万とか。それですよ。2000円が43万に化ける万馬券を当てたのが、えー、今の、えー、うちの妻の、えー、不運かもしれないですね。そこでちょっと狂ってしまって、嬉しいねんって言って、カツラダに電話してきたんで,で、そこで長話になって、 で、なんかそのうちになんかその万馬券当てた時のやつで、こんなもんみんなに配らなあかんからねってみんなにごちそうするしって、ゲちゃんにもごちそうするわって言うてくれたんがデートでしたね。で、それでもうなんか付き合おうかっていう話になって、だから、え運命ってわかんないですね。えへ、ー、万馬券当てたからこんななんかふらふらした野良猫みたいな、えー、ものと暮らさなきゃいけない。まあでもその中にもね、 もしかしたらうちの妻にも幸せを感じてくれてる時があるのかもしれません <laughs>。といったところで、ちょっとコーヒー飲もうから <laughs>、ね。ねえ。万馬券とか当てたことないな。ど、ど、宝くじとかでもどないなんねやろ当たったら、当たったらは。一万とかはあるんですよ、宝くじ。どんなんやろうな。 前後賞を合わせて7億とかで。ほんまに。あ、でも、なんか人生狂ってま、しまった人って多いって、なんか悪い方の話しか聞けへんからね。なんか良かった話ってあんまりなんか人様お好きじゃないじゃないですか。ね。ああ、宝くじ当たってからな、あの人ら変わってな、でも,もうね、不幸のどんどこみたいで今っていう話やったら、 えっ、ー、へ、えーえー、言うて、その見ろほんまに。で、一瞬だけやね幸せはっていう感じなんですけれどもね。あのー、でも、宝くじ当たってワンチャンでなんか幸せになってる人もいてると思うんですよね。どんなんやろうな。多くね、黙っときますね。普通に。あの、黙、黙っとく。無理やろなぁって、8割無理やろなと思ってるけど、黙、黙っとく。黙っといて、普通に、 あの、とりあえず、もう、いいっす、公務員とかもやっときますよ。しばらく、や,やらなきゃいけない。で、でもあ、飲食業立てるわって急に言うたらなんか、お大金入ってきたなって感づかれるんか。<laughs> 難しいな。黙っとかれへんか。うん。 今日はなんでね、ラタラタラタラ喋れて喋れてるかって言って、今日もね、ゴミ捨て行ってるんですよ、もうすでに。余裕っすよ。言うたら、えー、6時50分に出勤するんですけど、6時40分ぐらいまで喋れるんちゃう <laughs> そんなそいへんけど。じゃあ、えー、皆さんの、えー、お名前とコメントを振り返りながら、えー、お別れにしたいと思います。えー、加藤さん。 坂本さん、健一坂本さん、青山さん、うん、赤潮、おはし綺麗だよって、青山さん、ありがとう吉本さん、ミニメイツさん、おはようございます。えー、吉本さんもおはや、おはーってあ、ね、ありがとうございます、吉本さん、おはー。汗きって、ミニメイツさん、オーストラリア、あ、ねねあの、初めてじゃ、あの、え、リアルタイム初めてじゃないですか、丸山ゆかりさん、おはようございます。 え、ゼラーさん。えー、これなん、なんて言うんう。マッソン、マッソン、山田さん。そう、本配ってん。あな、長野さん。長野っち。おはよう。ありがとう。<laughs> 奥さん幸せですねってミニメイツ書いてくれてるね。ありがとう。 えー、それじゃあ、えー、お時間もちょうどちょうどよろしいようでまた明日元気にお会いいたしましょう。<laughs> なんか、えー、TZ48 原チャンネルをご覧の皆様もよろしければチャンネル登録お願いいたします。はいそれじゃあ、今日一日どうぞどうぞご安全に、えー、素敵な一日お過ごしくださいね。それじゃあ、TZ48 代表、桂田源太郎でした。バイバイイ